こんにちは、ブンガゴズルーイーさんなのだ。見えた。やっぱ見るためだったらいくらでも苦汁を飲んで申請をということでブルーホースでございます。クイを待っていきましょうか。セーバーレイトウェイトバイオハスでオフリフォー。いやまさかもう、いやだってあんたがここにアンバー隠したからでしょっていうね。うん、まあ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 、ああ今日もありがとうございます。ごちそうさまでございます。いっぱい拝ませていただきます。まあ怒ってる怒ってる、うん、まあだけど、まあアンバーより先に、ああ激凛に触れる、一体どんなことが起こるのか。さあ持っていないハンドガンを急に取り出しましたよ。あなたそれどっから出したの。これさ、なんかムービーをストップさせてこうなんかあれだね、ほらレオンのナイフが変なところに刺さってるみたいな、なんか小ネタとかあったじゃないですか。これも変なところに変なところに変なところにハンドガンがシャシャってるとか、醤油落ちとかなんかになってるんですね。ああYes. あでちなみにね、前回さ、なんかエイダの顔がなんか黒く侵されてて変じゃねって、あれウイルスの影響でこんなあったっけなみたいなことを喋ってたんですけど、あの、まあ、前回も前喋ったように、あのジルによって、ジルがエイダのことを、まあ、侵食してたというところがあったので、そこをね、あのおふぷるんぷるん揺れてる。たまらない。まあ、ということがあったので、とりあえずね、うん、あのそれは修正しておきました。まあ、この目はおかしくなってるけどね、しゃあないしゃあない。はい。でまあ、自分でも気づいているということなんですけど、メディスン、俺を信じればなんとかなるでしょう。そのうちなんとかなるだろう。Okay, but this is your last chance. 本当に綺麗なお肌をしてでございますね。若干その地雷メイクって言ったらいいの？でも地雷メイクってないじゃない？あのできればそのそのファスナーを私に下ろさせていただいてもよろしいでしょうか。ぜひとも。オラ、ルイスって。オラ、こちら、オラ、ルイス。私、エイダ。よし、実はプレゼント。ここに、特にないのかな。オッケーオッケー。じゃあ、くるっと振り返って、ちなみになんかここのレディーバーストに関しては、先に降りちゃうとそんなこと言わないみたいです。先に降りるとか、開けた瞬間に降りちゃえば、なんかそれを言われなくなっちゃうみたいな感じなんですけど、まあ、あの普通にレディーファーストで。あれ？ああ、だよね、だよね。レディーファーストって言ってくれないのか。よし、くるっと。で、よいしょ。じゃあ、お願いします。開けてくんねえのかよ。このカチャコンくらいやってくれてもいいだろうね。仕方ないわね。これちなみにさ、開けたら下から出てくるのか、それともウィッチ、この時点でやれるのかっていうところなんですけど、いるかな？ いるんだったら、普通にぶちのめしたい。無理。これでなんとかなった？階段がどうだ？この下か。よいしょ。でね、プロフェッショナルなのでね、オートセーブモードがないから、死ぬと、まるまるもりもり、大人になった福君みたいな状態になっちゃうから、なんか、ヒュイー言うてたけど、誰かやられた？ちょっと、来る、来る、くるくるくるね。ねるねるねるねみたいな。あー、イエスかー。あれ来ない。あ、来た来た来た。あー、イエスだー。痛い、マジか、そんな。一番の敵は柵だった。やばいやばい。この距離に近づかれると、この距離。マジかよ。マジか。マジか、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 パンダ。来る。まだ来る。煙の中からいないいないバーとかないよね。大丈夫だね。よしよし。これ、ちなみにさ、ルイスのゲージがこの後現れるけど、それでやられるみたいなこと。あ、無視されてる。ういー。あ、いいね。すごい雑な助け方だったけど、それでいいのね。了解了解。じゃあ行こうか。こっちやな。で、えすごい煙たがってるけど。まあ、まあまあ、実際燃えてっかんな、下。燃え燃えピピピ、燃えピピピ、あなたの願いは道理だーって。はぁ、はぁ、近づいてくる。近づいてくる。赤と黒。ノーノーノー。ノーノーノー。なんか急にあれだよね、こう熱意あふれる情熱的な男みたいな感じになってる。あーでもやたまらんな。なんかこの服装になるとそのよりその揺れピピピが
あっちあっち、はっきりとするというかね、Get back here。 戻ってって、もうそこまで行っちまったらもうなんとかするでしょうにって、さあ行こう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 と思うじゃん。ショートカットでほぼルイスと変わらないまま違った。うわー燃えてる、やばいやばい。あ、なんか青ワインがあった。普通にどこにあったんだろうねこれ実際は。いいなぁ、俺もこんな女性に肩貸してもらえ。あっち絶対熱い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 、そんなところでなってる場合じゃねえよ。ちなみにこれ燃えてるけど、この側棒灯っていうのかな、この状態から果たして鎮火はされたのだろうかねえ。それはもうない。まあ全然答えになってないんですけどね、うん。なぜやらなきゃいけないのって、後始末があるから何のだよって話だよね。まあでも作ればいいよ、うん。作れないの、まあ、ここでね、こうちょっとね寄り添ってあげるのがやっぱりエイダがこう冷血になりきれてないというか、最後にロケットランチャーを渡したりね、あの銃を突きつけておきながら自分が逆に撃たれてしまうみたいなところ、こう爪の甘さがあるっていうのが、まあ、うん、やっぱ情っていうのは殺しきれないんだなっていうのがね思うところですけどね。 Anytime But I can still get you your amber. 出た出た、このさ、あの 両手の指一本切って出るのがやっぱなんか癖なんだろうな、うん。それは多分なんか狙ってやってる気がするけどね。こっちちなみに戻ろうとすると、あ戻れない、ちょっと待って、もうかもかもか、あ戻れない戻れない、あの炎にまみれているはずなのに見えない壁に侵されている。 This way ちょっとこのスペインなまりのあるなんか癖のある感じがあるだね。よし、これで鍵も開いたかな。相変わらずコントローラーがバグり散らかしているせいで、あの全然行ってほしい方向に体が向かないという現象が起こってるんだけど。あ、ごめんごめんね。こんな状態になってるのにそれでも普通に会話をしてくれるっていうね。おいお前殺す気かとかっていうのもなく普通に喋ってくれてるよ、やさおだな結局。まあ何の薬を開発させられてるかっていうのもあんまりこう理解しないままにやった結果だったんだろうな。はい、なんか声が漏れた、喘ぎ声が聞こえてきたぞ。うん、で鍵なくしたとか言わないの、あれあれ鍵どこやった、あれ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 って言わないんかーい。よいしょ、金貨痛い金貨痛い、もう毎回これ言ってる気がする。おい、ピッと、まあここで喋ってる時も基本なんか敬語で喋ってるからあんまりその違和感がないっていう風に思われてるけど、結構なんかね普通にね、あれほんまに関西人なんて言われることは結構ある。そのイントネーションがそもそも大阪っぽくないっていうか、その関西っぽくないみたいなこと言われたりするけど、まあれっきとしたね、あの広島まで大阪育ちであることは間違いないですよ。大阪も5歳から26歳か7歳くらいまでいたからね。だから21、2年くらいいたからね。うん、まあ、結婚してね、京都になったから。まあ、京都だけど、なんだかんだね、関西には住んでるから、まあ、5歳から31歳まで、関西人でございます。はい。というところなんでね、何を手に入れるかっていうのはもう、存じ上げておりますので、行きましょう。両手でブサーって開けるのが、なんかすごいあれでね、かっこいいよね。待てよねやろー、レオンじゃねえや、ルイス。しっかり爆死。ちょっとこの中でやっておくと、ちゃんとしっかりと、あしっかりと死んでるし、やつあんな爆風が起こったのに気づいてないっていう。はい、壁打ち際にちょい、てんてけでんてんてんてけでんてんてんてけでんてんてん、こいつもなロケットランチャーでぶっ飛ばせたらいいんだけどなっていうか、もうあの時点でいるんだねやっぱりね。なんか行った瞬間にそのプログラムが働いて急に現れるみたいなことはないっぽいってことですよね。よいしょ、さあこれでどうなってる。あさすがにやっぱあれだね、煙たがってるね。ちょっとその前によいしょー、グッドル、あーワウカー購入、とりあえず、まあ、これだけはなかったけど、ちょっと気になる。あ、そうだ、警察サイズと、こいつが欲しいんだ。ちょっとチャーム。でもまあ、先にこういったのかな。あ、ちょっと、売れるから、よしよしよし、オッケー。ジャケット。
24%アップとかにならないかなって言ってたけど、さすがにそんな仕様にはならないですよね。よし、じゃあケースカスタマイズ。左。これ的にも、あ、本当だ、気持ち速くなってる。8%上がるだけで全然違うね。これであれじゃない、村長と追いかけっこしてもさ、逃げ切れんじゃね。ガンテイね、こちら宝物は特にない。オッケー、なんかバイオザードビレッジが3つ並んでて、よし、ジュワン、さあ行こう、さあ行こう、風に乗ってやるかな、明日をハメ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 ハハメハメハハメハメ、違うな違うな、ハメハメハ、これくるっと折り返ると、ああ違うな、じゃあこうか、よいしょよいしょよいしょ、で、あちゃちゃ、バンバンバカ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 、好きよ好きよ、もう好きのうち、あ、いや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 、もう、あ、ちょっと待って、これさ、いける、なんかちょっと不吉な匂いが漂ってる気がする、よいしょ、ね、銃買った、ハンドガン買った方がいいか、これもしかして、こっち開かない、よいしょ、これではあのあれなんで行かれないのね、あーさっぱりしてる、そう、これ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 さ、普通にですよね。え、ちょっと待って。なんでお前そこ、え、は？あー、これ多分一生ならないやつだな。うん、で、元に戻ってる。壁だけどんどん焦げていくって。そうか。まさかの罠があったな、これ。しまったな。どうしよう。もう買うしか、あ、でも買える？あ、しちゃうわ。あ、ちょっと待って。はぁ、あ。よし、ゲット。で、そう、まさかの、購入しなくてはならない罠が待っていたとは。まあ、買わなくてもいいけどな、レッドラインが一応手元にあったから、それを、あ、じゃん、引っかかってるー。よし、行こう。てて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 てはい、装備入れ替え、パリチャにしとくか。一流品、うーちごちゃん、髪の毛はパッサパサなんか、まあこんな状況下の中だったらね、普通にあれも買えないもんね。あー、買えないじゃねえや。何を買う気だ。シャワーも浴びることができないからさ、それは髪の毛も毎回シッパ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 になっていくよねっていう、そういう話っすよ。よし、あ、違う、あれ？あ？戻って、ほい、ほい、ほい、オッケー。ぐる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 。That must be the ink. インク。イン、ゲッツしたところで、あ、誰か来る。誰だ？俺だ。さあ、果たしてこうなった時に、まあ元々のさ、バイオハザード4のさ、うぃー、現れましたウェスカー殿、現地入りしたウェスカー、しかもサングラス外している状態っていうね、そう、あのね、モッドで間違えてウェスカーにしたままにしちゃったから、まあこっちはこっちでいいかと思ってさ、これは Would it make me use this? Would you?
どういう状況ってなるんですか。で、あの村長の家で一発やられたから、そのお返しにちょっと仕込まないといけないみたいなね。しかしやっぱりウェスカーさん体術が強かったと思ったけど、しかしあのなんかナイフを使うという卑怯な技に出てるけどな。Better for close encounters. だいぶ迫力あるな、ウェスカーさん。Very smooth. Very smooth. So, who are you working for this time? やっぱあれだよね。入れるときにスムーズに入れないとってか。アホ。さあ、これでどこに刺すんやろ、デーン。浮いてるー。もはや、スーツぶち破ってるけどな。You walk away now.さあ、で、この後の展開がどうなっていくかだよね。あれ、この後どこ行くんだったっけ。あ、そっか。え、違うの。二つ目を取って、あ、さ、金のボトル取りに行かなかんね。金のボトル取って、で、最後あれだ。中庭で追いかけっこ鬼ごっこして、で、お城で謎解きやって、おしまいだった。これプロフェッショナルと今回とで変わるのかな、謎解きのあれも。違うのに変わったりとか、ふうって鼻で笑われるけど、普通に下にいるんだけど、ね、覗いてみたらいるよっていう。まあ下から覗きたいけど、ね、上じゃなくて。ということで、決勝、そんなくだらないこと言ってないで、チャキッとしといて、ハッチ巻きは。でい。あん中なんかいるかな。おっしょ、あ、じゃあいないわ。あれだ。あの、なんだっけ。ドリルが迫ってくるんだったっけ。あれ、あ、そうだよね。狭どりのとこだよね。すごいな。ここで死ぬかもしれないから、つって。あ、そっ、これも結局あれだよな。必要なんだな。ロケランでやっちゃうとさ、ほら、まとめてなんか行く可能性があるから。どうなんだろう、これ。やってみよう。ほい。ほい。かわいい。あ、いた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 。ジュアン。ほいー。え？なんか、あれ？なんかわかんないけど、3つまとめてできた。はい。Regular bad feel ってそんな言葉も言わせる暇もなく、くるっと振り返ってみて、後ろからドリル。これちなみに自分から迫っていくことってできるのかな。もうやったらもう大変なことになるから、これの場合は。やんないけどさ、絶対。違う、その、難易度だったらやってもいいけどさ、これでやっちゃったらもう本当に取り返しのつかないことになるからね。さあ、オープンセサミー、早く相手セサミーで、タップの落とし号と、シードラとキングドラっていう。ああ、壊してる。えっていい。間違えた。やばい。甲冑をしばきましてる、甲冑を。オープンセサミーピッツ。そしてなぜか急に迫り来るっていう。人がいなくなると、あの、マリオカートと一緒の仕組みで、あの、人が見てないところで急に加速するシステムになってるから。よく考えたら本当もう休む暇もないよね、この枝辺って。あー、大変だったーって思ったら、今度はさ、甲冑野郎がボコボコ出てくるわけだもんね。先にしばけないよ、この甲冑野郎。オープン。ラスインバン。これ先にぶち込んでたらいける？あれ、こっちじゃないか。あ、なんないな。あれ？ Looks like something goes here. お前か？ならないな。ゴイーンっていうだけやな。鈍い音がゴイーン。さあ、どうなる？よいしょ。さあ、来るか。いい、ジュワンジュワン。終わりと思ったか。怖いんだよ、本当に。あの、暗闇の中でこいつってもう、マジでただの殺人兵器だからな。あれ。なんで2回取ったの。ここ閉めりゃいいんだけどさ、問題は。あー、もう出た、バグリチン。こう言わなかっただけで、あの、大人だと思っていただけたらと思います。ちょっと待ってね。あの、ちょっと姿勢をリセットする。よし、OK。で、こっち開けます。さあ、何が出るかな。おー、なるほどね。そろ
そろ宝石も溜まってきたかな。どうなんだろう。よいしょ。チャキーン。開けて死んぜよう。ここ、ちなみに閉じてたら、入ってこれないのかな。どうなんだろう。何か起こりそうね。そうなんです。圧倒的に起こるんです。ですよね。今一瞬なんでかわかんないけど止まってたからなんでかわかんないけど。よいしょ。またあ、やっぱ来れない。ザーバーミス、危ねっす。ちょ、引っかかって引っかかって引っかかってる。やばい。え、ちょ、は、あ、出た。え、ちょ、待って、バグってる。ちょ。ちょっと待って。Wait time, please。よし、行こう。ほい。よし、OK。こっちから、奴らが来るから。もうなんかジュクジュク出てんだよね。あっちからか。あれこっちは来ないよ。あ、すでに死んでたっていう。あれまだいんのかよ。ウィットネスに飛んだ。オッケー、さあ、あいつはただの悲しいピエロだ。ゲダウェイ、俺はピエロ。ひたむきでかけな逃亡者。あ、向こうもいんのか。悲しいね。吹っ飛ばされる運命。ふっぴぴぴぴぴ、ふっぴぴぴ。あちちちぷり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 。バカ。違う。そう、こっち。金棒入れる。へい。よーいしょっと、オープンセサミー。で、向こう側、塗ったりしてるか、普通のはない。大丈夫ね。オッケー。で、こっち、銀棒。よし、じゃあ行こう。掃除しとけ。よし、で、銀棒やって、で、銀棒。こんなのに使うやつをさ、なんで薬にするの？もうちょっとなんか成分考えたら？と思うけど、皆さんいかがでしょう？さあ、どこに、ああ、ここが。I can feel なんちゃらかんちゃら。メダリオン。リオン。What can I interest you in? Interest you? ここ、いい、ピッと、今のことああ、まだ足りないな。ちょっと待ってね。じゃあ、こいつらをつけようと思ったけど、全然足りなかったな。足りまへんよ。そして、じゃあ、こいつ、ああ、これもう2カラーズしか、あー、なるほどね。あ、ちょっと待ってね。すべてを外すは R。はい、OK です。じゃあ、こっちにして、で、ここいい。OK yourself, kill! Welcome, stranger! Welcome, stranger! 違う。で、あー、でも、それでも、あ、でも、ここら辺に伏せればなんかなるんじゃね？なんかなるんじゃねってどういうこと言ってる？ほい。A deal well struck. Okay. まあ、ケースサイズアップしたところでロケットランチャーぶっ放すだけだからあまり必要ないっちゃ必要ないんだけどね。まあ、あるに越したことはないと。まあ、そんな感じでね。じゃあ、一旦区切りがいいところに来ましたので、今回はね、ちょっとね、2パートに区切ってチャプター進めていきたいというふうに思います。ということで、ね、今回も最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。また、ズックパーティーでお会いしましょう。バイナラ。これで進むっていうのはやってみてもいいかもしれない。